うぐいす、うぐいす、学名、は、スズメメウグイスカウグイス属の一種である。ほうほけと、大きな声でさえずる。日本三名城の一つ。山梨県と福岡県の県鳥であり、日本の多数の市町村などの自治体指定の鳥である。種の範囲の定義により、分布域は多少変化するが、大まかに言って、東アジアに生息する。 現代的な分類でのウグイス、満州ウグイスを含み朝鮮ウグイスを含まないは、日本、南西諸島を含む、サハリン、東部、中部中国で繁殖し、南部、東南部中国、台湾、東南アジアで越冬する。伝統的な2000年代までの分類に基づく場合、抗議のウグイス、朝鮮ウグイスも含むの繁殖地には、南東シベリア、中国東北部、 朝鮮半島が加わる。競技の、ウグイス、満州ウグイスも含まないは、日本、南西諸島を含むトサハリンのみで繁殖し、南部、東南部中国、台湾で越冬する。ハワイ諸島にも分布するが、これは日本から輸入されたものである。日本ではほぼ全国に分布する流暢ただし、寒冷地の個体は陶器に、団地へ移動する。 平地から鉱山帯の廃末帯に至るまで生息するように、環境適応能力は広い。笹の多いリンゲやヤブを好むが、さえずりの最中に開けた場所に姿を現すこともある。英名のビュッシュウオーベラーはヤブでさえずる鳥を意味している。警戒心が強く、声が聞こえても姿が見えないことが多い。体長は、オスが16センチメートル、メスが14センチメートルで、 スズメとほぼ同じ大きさ。翼ばさ会長は、オスが21センチメートル、メスが18センチメートル。体色は、背中がオリーブ褐色で、腹面は白色、全体的に地味である。死有動色。ウグイスの卵の長径は1.8センチメートル、ホトトギスの卵の長径は2.2センチメートルで、色は、ほぼ同じで、ホトトギスの拓乱対象となる。 食生は雑食だが、夏場は主に小型の昆虫、幼虫、クモ類などを捕食し、冬場は植物の種子や好みなども食べる。繁殖期は初夏で、オスは縄張りを作り、ほウホケ結局と1日に1に千回ほどなことがある。横穴式の壺型の巣を作り、四六個の卵を産み、メスがヒナを育てる。アシュのハシナガウグイスは、二から三個の卵を産み、 オスも避難の救仕を行う。さえずりはホウホケキョ、ほうほけきょ、ほうほけきょ、けきょけきょけきょ、じなきは、ちゃちゃ。さえずるのは、縄張り内を見張っているオスで、ほうほけきょが、他の鳥に対する縄張り宣言であり、巣に餌を運ぶメスに対する、縄張り内に、危険なしの合図でもある。けきょけきょけきょが侵入したものや外敵への威嚇であると、されており、これを合図に、メスは、 自身の安全のためと外的に巣の位置を知られないようにするために餌の運搬を中断して身を秘める。平地にて泣き始める季節が早春であることからの別名がある。本州中部あたりでは2月初旬頃からさえずり始め、8月下旬頃までがよく聞かれる時期だが、10月頃まで弱いさえずりが聞かれることがある。方補欠魚とさえずるのを初めて聞いた日を、 ウグイスの発明碑と呼び、気象庁が生物季節観測に用いている。藤原敏行は、ここ和歌集で、ウグイス鳴くと歌っている。古くは鳴き声を、ウー、グイスまたは、ウー、グイと聞いていて、和名の由来であるとする説がある。東京都台東区ウグイス谷の地名の由来は、元独年間に、京都の皇族のでである、神弁方神脳が、 江戸のウグイスは生っているとして、小形県山に命じて、京都から3500羽のウグイスを取り寄せて包丁し、以後、名器が良くなり、ウグイスの名所となったという逸話に由来する。日本から持ち込まれたハワイに生息している種の鳴き声、サエズリは、日本に生息しているものと比較して、単純化されていると、国立科学博物館の筑波研究施設が発表した。これは、 ハワイでは縄張り争いや繁殖の争いが日本に比べて激しくないためと推測されている。系統時はより、ウグイス、満州ウグイスを含む朝鮮ウグイス、フィリピンウグイスは単系統をなす。ただし、この三種間の系統関係は不確実である。ここでは、ウグイスの亜種のうちに亜種しか解析されていないが、満州ウグイスは、 アシュの系統に内包されており、系統的なアシュ分類にはなっていない。ウグイスや朝鮮ウグイスはかつて、族に分類されていた。その後、族など数族が、それまではヨーロッパウグイスの人絵型族だった族に統合された。しかし、ウグイスとヨーロッパウグイスは別系統と判明し、ウグイスなど、大半の種は台湾港ウグイスを模式種とする族として分離された。 ウグイスの種の範囲には、伝統的に、競技と、抗議があった。競技のウグイスは、当初、日本、南西諸島、サハリンで繁殖するアシュのみを含んだ。抗議のウグイスには、大陸で繁殖する、朝鮮ウグイスと満州ウグイスが、アシュとして含められた。ウグイスを競技に取る場合、朝鮮ウグイスと満州ウグイスは一種満州ウグイスの、アシュとされた。 実際の系統では、満州ウグイスは、競技のウグイスの系統内に位置し、ウグイスに含められた。一方、朝鮮ウグイスは、系統的にやや離れており、別種となった。かつては、フィリピンウグイスを、抗議のウグイスに含める説もあった。日本に生息する種には丸をつける。国際自然保護連合、IUCN により、経度懸念、LC の指定を受けている。 1950年から1979年まで、愛玩仕様の対象種となっていたが、1980年に除外された。日本では、環境省により、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で、法第26条第2項の環境省令で定める鳥獣の対象になっている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ハルドリー。 春つね鳥、花緑、歌読み鳥、京読み鳥、匂い鳥、一とく鳥、ももち鳥、荒鳥、金衣荒子、宝春鳥、きなこ鳥、金鳥、とどめ鳥、初音など多くの衣装を持つ。うぐいすの漢字が指す鳥は日本語と中国語では異なる。日本では本記事のうぐいすのことを指す。古来中国の漢詩等では別上下から素上下の。 コーラウグイスのことである。両者とも美声をめでられる鳥だが、声も外見も非常に異なり分類的な類縁はない。なお、現在の中国では、ウグイス川であり、ウグイスを日本、日本中ウグイスと表記する。またコーラウグイス川であり、コーラウグイスは、木、または、校長と表記する。その使用は、古くから行われ、足利義政の頃に流行し、 その弊害の大きさからハットに置いて禁じられたが、江戸時代、特に文化から高化にかけて流行し、徳川家春、徳川家なりもこれを愛し、湘南土役に踊りがか,かりという職を置いたほどであった。一番このひなを、巣ごと持ち帰り、わらせの符号に入れ、すぐちを綿で覆い、その符号を小布団で包み、暖かい室内に置き、ひながピピピと鳴いて、餌を求めたら、すり絵を与え、 夜は暖房して、寒さを防ぐ。右翼が整って、立出するようになれば、一羽ずつカゴに移す。カゴには、親カゴ、ひなカゴ、ふかご、そでカゴ、ふしのひなを持ち運ぶ、はたご、遠方に傾向する、水カゴ、水浴びさせるなどの種類がある。カゴに入れたウグイスはさらに、カゴウケ、コオケに入れる。カゴウケは、霧製で、高さ45センチメートルほど、 幅30センチメートルほど、長さ80センチメートルほどで、正面は、障子の剣道になっている。切り製なのは、それ以外では、ことと同じく、鳴く音と調和しないからであるという。餌は、すりえが中心で、生きえも用いる。すりえは、玄米、米ぬか、青葉で作る。生きえは、青がえる、柳の虫、木刀蛾の幼虫、草木の虫、 コウモリガの幼虫、エビズルの虫、ブドウスカシバの幼虫、イナゴなどである。その他、シンクイムシ、ミールワーム、ヨーロッパイエコオロギ、ヒメツメガエルなど入手しやすい遺形がある。時期的に早く泣かせるには、夜解放などの方法がある。これは夜、カゴウケの障子を外して10日に向けるもので、これを鳥を炙るという。9月中旬から始めて、冬から春にかけて泣かせる。 不死といって、親鳥が鳴く音を練習させる方法もある。親鳥のカゴ桶から約2メートル離れたところに、ヒナのカゴ桶を置き、自然に、鳴る方を習得させるものである。ウグイスは、さえずりが見事なことから、捕獲したウグイスに声を競わせる、鳴き合わせという行為が行われることがある。現在日本では、鳥獣保護法により捕獲、飼育が禁止されているが、 しかし今なお密漁が絶えない実態があり、密漁者の存在が時折報じられることもある。詳しくは、目白泣き合わせと密漁も参照。泣き声の一節を律、中、量の三段に分ける。律音を高音、ね、また上げ、中音を中音、ね、両音を下げという。三段を実月性に比して、参考と称し、三つ音とも称し、その泣き声の長短。 不死鳥の完全なものが、友鳥とされた。正月下旬、二月の計二回、江戸、京都、大阪の三都に持ち寄って、品評会を開き、うぐいすしな定めの会と称した。会場は、江戸では、向島牛島の規定梅本と定め、期日が決定したら、数日前から牛島を中心に、小梅、須崎の各村の農家に頼んで出品する各自の鳥を預ける。当日、 審査員格のカイドリアが梅元に集まり、家々を何回となく回って、泣き声を手帳に書き留め、衆議の上で決定した。第一のユートリを、順の一というくらいに置き、以下、東の一、西の一、三副体の右、三副体の中、三副体の左、というように日にを決め、品に入ったものは大高男子に長命とくらいを書き、江戸鳥り屋中として、白木の美穂に乗せ、 水引きをかけた末広船一帯を添え、飼い主に送り、飼い主からは身分に応じて、相当の謝儀があった。その謝儀をもって、品定め会の費用を弁じた。本郷の味噌野望の飼い鳥が、順の一を得た時には、同時に出品した、加賀の大使前田公の飼い鳥を顔色ながら締め、得意のあまり、うぐいすや百万国も何のそのと一句を物したという、相話がある。 高化年間のカイドリアで品定め会に立ち会う者は58件と定められた。毎回その中の一人が採取となって肝入り役に当たった。明治維新と共にこの会は廃絶した。その分には、豊富にリゾチームなどの加水分解酵素が含まれ、顔面に塗布することで、角質層が柔らかくなって、小じわが取れたり肌のキメが細かくなる。 肌のくすみが取れて色白になることから、古くから、美顔洗顔料やニキビ治療薬として人気がある。ウグイスの粉として市販されているものがそれで、この酵素には脱色作用もあるため、着物の染み抜きにも利用される。以前は、気配として用いられていたこともあった。なお、ウグイスは大量飼育が難しく、得られる糞も少量であることから、市販のウグイスの糞と称する商品は、 ほとんどが、別科が微調化の総始調を飼育し得られた糞を、減量に使用している。日本では、ウグイスと、メジロは混同されることがよくある。いわゆる梅に、ウグイスという取り合わせが花札を、はじめ、よく見かけられるが、実際には、梅、沖縄では、ヒカンザクラの蜜を吸いに来るのはメロであり、ヤブの中で虫を食べるウグイスは、そのような姿で見かけられることは少ない。 ウグイス色というと、メジロの体色のような、鮮やかな色を連想する人も多いが、ジス汎用式名に定められているウグイス色は、茶と黒の混ざったような緑色をしている。この色を、ウグイス茶とも言う。実際のウグイスの体色は、茶褐色であり、ジスのウグイス色は、ウグイスの羽を忠実に取材した色である。メジロウグイスとの混同も参照。なお、 ここに挙げた色の見本は地図で規定したマンセル地に基づく近似色であり、RGB 地は一例に過ぎない。平成の大合併で誕生した新しい自治体の多くが市町村区の鳥に採用している。また、茨城県は県内自治体の役が採用している。以下は一部で多数の町や村でも指定の鳥に採用されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。